トの先輩のアネット・ペッチがこのオタワで優勝してるんですね。そうですね。そしてオリンピックで金メダルを争ったアメリカのサムダーズがおりませんので、この大会はビットにとっては楽なんじゃないですか。そうですね。サムダーズがプロ転向いたしましてね、オリンピック終わってすぐにビットは練習からも昨日のショートプログラムももちろんですけども、笑顔がもう溢れてますね。18歳のオリンピックゴールドメダリスト、世界選手権では優勝したことはありません。ダブルルッツからトリプルトーループ、おととしの世界選手権では世界選手権でメダル取りまして、去年の世界選手権では惜しくも4位だったんですよね。そうですね。おととしが第2位、去年が第4位。曲はガーシュン作曲のクレイジーガール組曲です。ダブルアクセル、この滑走順が1番目っていうことがちょっとやっぱり緊張感があるって感じがしますね。ショートを見ていても練習を見ていてももう笑顔がいっぱいで、そうですね、18歳とはとても思えない余裕がなんか出てきましたね。あ、コーチのフラン・ミュラー先生ですね。ユッター・ミュラーコーチです。ダブル、あ、トリプルサルコです。ミューラーさんはホフマン、ペッチと2人の世界チャンピオンを生みましたけれども、そして自分の娘のサイパートっていう選手がいたんですね。それは自分の娘さんも世界選手権のチャンピオンにさせたことがあるんです。今では世界のナンバーワンコーチだと思いますね。そうかもしれませんね。4年前のオリンピックの後の世界選手権にペッチが優勝しまして引退して、その後にもこのウィット選手を仕上げてる、もう段階に持ってきて、またこの世界選手権でもこのずっと前に滑った選手なんですけども、またその選手もとても有望であってね、そういう選手の育ち方がとっても上手だっていうのか世界一だと思いますね。よく銀盤の女王という言葉が言われますけど、本当にこう優雅な感じです。トリプルフリップなりません。練習では挑戦してましたけど、こういうとこ綺麗ですね。スプレッドイーグル、ダブルアクセル、私に2回、3回転が2回転になっただけで、あとはほぼ完璧な演技でした。2、3年前までは表現力という点でもう一歩ではないかなんて言われてましたけれども、抜群の進歩しましたですね。やはりオリンピックの金メダルというものが彼女にとってとてもこう余裕を持つ、材料になったと思うんですけど、オープニングのダブルルッツからトリプルトーループです。飛んだ後すぐに笑顔ですもんね。そしてダブルアクセル、
昨日のショートではプレゼンテーションで6人の審判から 5.9 という点をもらいました。さあテクニカルメリットです。5.7 が3人、5.8 が6人。初めて伊藤みどり選手よりも高い得点が出ました。そして芸術点は上がります。あ、 5.9 がいっぱい出ました。 5.9 が4人ですね。まず断言してよろしいでしょう。そうですね、金メダル、はい、でも2年前の世界選手権では、3年前でしたか、ハートフォードでは